三菱スペースジェット計画が白紙となり、その優秀な技術者たちが、ついに F3 次期戦闘機開発に合流との情報をキャッチしました。今回は、この三菱重工本気の現場トップの現状を激白、技術者の今後の課題を詳しく見ていきますね。新進量産したらいいのにな。すでに、それまでの情報から、航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機に関しては、従来のアメリカからの協力を仰ぐ形から、イギリスとイタリアと日本という3カ国による共同開発が実施される方向であることは伝えられていた。そして、それは2022年12月9日に、イギリス、イタリア、日本の各国政府が個別にその事実を認めることで公となり、開発プロジェクト名も GCAP グローバルコンバットエアプログラムであると明かされた。 GCAP グローバルコンバットエアプログラムというプロジェクト名が示す通り、同プロジェクトは単体の戦闘機のみの開発を意図したものではなく、それを包括した新たな航空戦闘システムの開発を担うとされる。有人の戦闘機の開発、それらに随伴する無人航空機の開発など、複数の要素を実現することを、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは目指しており、日本にとっても、戦後初のアメリカ以外の国との航空機に関する共同開発になる。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの体制が確定する前までは、日本の次期戦闘機開発の共同開発先としては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が最有力候補と見る向きが大勢を占めていたことは間違いない。これはアメリカのロッキード・マーチン社が世界初のいわゆる第5世代戦闘機の量産型である F2 にラプターを開発し、ここ近年では続く F3 ゴライトニング2を日本を含む同盟国等にも輸出し、その分野で西側諸国の唯一無二の選択肢となっていた事実が大きいだろう。戦闘機を構成する要素は時代とともに変遷を続けているとはいえ、 F3 ゴライトニング2の備える機体そのものの優れたステルス性や強力なレーダーセンサ類、そして友軍戦力との情報共有能力は群を抜いていると評価されているからだ。こうした F3 ゴライトニング2の特性と性能を勘案するならば、日本が F2 戦闘機の代替機を開発するにあたり、ロッキード・マーチン社との共同開発を念頭に置いていたことは、非常に妥当な考えだったと言えるだろう。それは、現行の F2 戦闘機の共同開発時と同様の布陣であり、当時は、そのベースとなった F-16 ファイティングファルコンは、ゼネラルダイナミクス社の製品であったが、1992年に、同社の戦闘機部門は、ロッキード・マーチン社に売却されている。F2 戦闘機の開発形式をめぐっては、その当時も、完全な国産化を志向する声も上がってはいたが、太平洋戦争後に、アメリカをはじめとする、連合国によって、航空機の製造を禁じられた経緯のある日本では、戦闘機の機関部の内製化が困難であった。それに加え、その当時は、日本がアメリカとの貿易で一方的に多額の黒字を出していたこともあり、その政治的な解消策の一環として、F-16 ファイティングファルコンをベースとする戦闘機開発が決断されたという側面があった。この F2 戦闘機の共同開発に際しても、日本側の企業としては、三菱重工業者を筆頭に、機関部には IHI 社、アビオニクス類には三菱電機社が参画しており、この体制は、それを代替する GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでも踏襲されている。ただし、次期戦闘機開発にあたっては、三菱重工業者を、全体の取りまとめを担う主管企業とし、
その扱いをさらに1ランク上位に位置づけており、F2 戦闘機の共同開発で得た経験から、日本側がプロジェクトを主導することを期としていた。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、イギリスの場合、全体の主管を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類を、レオナルド UK 社が担当することになっており、テンペスト計画と同様の形である。ちなみに、イタリアの場合、全体の統括とアビオニクス類をレオナルド社が、機関部をアビオエアロ社が担当するが、イギリスの各企業とともに、世界的にも著名な軍需企業であり、実績の面では、申し分のない布陣であろう。今年2023年に入り、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムについての続報は、あまり多くなはいが、一時期、その実行を担う合弁会社を、イギリスの首都、ロンドンに設立するという、情報が伝えられたこともあった。これに対して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいては、日本、イギリス、イタリアの3カ国の参画企業内でも、別格の規模を誇る、イギリスの BAE システムズ社が、その開発の実質的な主導権を握る兆候ではないかとの憶測も流れた。すでに、前進たるテンペスト計画においても、主導的な立ち位置を占めていた BAE システムズ社だけに、こうした状況は想像できなかったという方が、無理がありそうだが、これにまでに日本側が唱えてきた、主張とは乖離が発生する可能性も感じる。そもそも、日本の次期戦闘機計画に関して、防衛省は、今も、ホームページ上において、日本の防衛を担う上で、航空優勢を確保することが、最大の前提としており、その体制を構築するために必要不可欠な公共財が次期戦闘機だと、説明している。そこでは、戦闘機は、日本の防衛を担うために、日本の周辺の空域に対して、速やかに展開を行い、それらの空域に進出してくる敵側の航空機やミサイルを、可能な限り接近させずに排除する役割を持つと述べられている。その前提の下で戦闘機には、一敵国が実現していない新たな戦い方が可能なこと、に調達後に必要に応じた能力の向上を図れること、3位後の即応性等を確保すべく、非凡の国内に基盤を持つことの3点が求められるとしている。これらの3条件を満たすために、防衛省では、次期戦闘機の開発には、自国主導の方針が必要不可欠だと説いており、イギリスとイタリアとの3カ国による共同開発の狙いを、単独開発に比して、費用やリスクを分散することに置いている。ここで、防衛省の言う航空優勢とは、敵国からの武力侵攻が正規した際に、友軍の航空機が、大きな支障をきたさずに、必要な行動を行えることを指しており、それがなければ、日本の周辺空域下での海上、及び陸上戦力の有効な作戦は成立しないと述べている。防衛省では、海上、及び陸上戦力の有効な作戦の遂行には、従って、航空優勢の確保が必須であり、その状態を、同盟国であっても、アメリカにのみ依存することは危険で、かつ、戦闘機そのものの製造の基盤を国内に保持することを唱えている形だ。つまり、次期戦闘機開発に際して、三菱重工業者をはじめとする、製造企業の継続が強く志向されているわけだが、そこには、戦闘機を公共財と見さすという大きな概念があり、採算の面から撤退が相次ぐ日本の防衛産業のあり方にも危機感を抱いているようだ。三菱重工業者といえば、子会社の三菱航空汽車で開発を進めていた国産の旅客機である MSJ、
三菱スペースジェットの計画中止も記憶に新しいが、同計画はおよそ1兆円とも言われる巨額の開発費を投じながら断念された。これには旅客機という製品ゆえに継続には必須となる形式証明の取得にさらなる費用の追加が避けられず、一時期は凍結という表現が用いられていたものの、採算に合わないと最終的には判断された形である。MSJ、三菱スペースジェットは、その国産初のジェット旅客機の開発という悲願を支えるべく、日本航空が32機、全日空が25機など国内航空会社大手も、発注を行っていただけに開発中止という結果には、団長の思いが拭えない。しかし、MSJ、三菱スペースジェットの開発に携わっていた技術者たちの多くは、三菱重工業者の次期戦闘機開発への転属が表明されており、そこで培ったスキルを新たな舞台で遺憾なく発揮してほしいと願わずにはいられない。